第6巻第5号の表紙広告会とは、1926年から1941年にかけて西文堂が刊行していた広告関係の雑誌。日本における広告関連雑誌の草分け的存在である。もともと広告と陳列という表題であった雑誌を解題して創刊。創刊時期については、1920年4月、1926年3月。 1925年、1928年1月などとする文献がある。解体の時期と出版社の変更の時期とが相まって以上のような複数の相関時期が示されていると推測される。この点を明確に分析した文献の公表が望まれる。週刊は1941年12月とされているが、雑誌年間によると、 1941年10月で廃刊されたことになっているそうで、ここにも混乱が見られる。内容は、広告会の話題、動向の紹介、広告技術や広告実例の紹介、研究者、企業広告担当者による評論などである。創刊から1935年4月まで、室田倉図王が編集長、その後は週刊まで、宮山俊が 第2代編集長であった。戦後、1953年に、宮山が新たにアイデアを創刊した。初代編集長であった、室田倉蔵は、編集者であるとともに、広告デザイナーとしての活動も行った。次の文献に掲載されている、第二次世界大戦前の写真では、室田倉蔵によるものと推測される作品が、中山岩田の作品の隣に掲げられている。 同じ図版を次の論文でも見ることができる。さらに、次の雑誌でも同じ写真図版を見ることができる。なお、次のページは参考となる。ありがとうございます。